はい、こんにちは。ようやく今回からオーバーラップの説明をしていきたいと思います。で、新しく作ったこのフライホーミングの方で説明しようかなと思ってたんですけど、昔作ったものの修正の方が説明がしやすそうなので、この BPNMeTay を開いて、説明していきたいなと思います。ちょっと整理しましょうか。今のところ使う要素としては、このインターブトゥーの左右の動きに対して、まあ、コメントでインターブトゥーにしときましょうか。よいしょ。とりあえずこれに関してはまああんまいじらない要素っていう形で、オーバーラップの最初の説明としては、まずこの本当に初心者の時はこのオーバーアクタービギンオーバーラップとこのコンポーネントビギンオーバーラップ、どっち使うべきなのかが、まあ今でも僕もよく分かってないんですけど、どっちを使うべきかっていうところで、はっきり違うところとしては、こっちのちっちゃい方のアクタービギンオーバーラップはこうコンポーネントが2つオーバーラップ、このカプセルとボックスとあったとしても、どっちに当たっても反応するっていうやつで、このコンポーネントビギンオーバーラップっていうのは、まあ、どっちか明確にどっちかに当たった時にだけ反応するっていう違いになっています。で、まあ1個しかコンポーネントがない時にどっちを使うべきかっていうところに関しては、なんかどうやらどっちでもいいっていう感じみたいなんですよね。特にどっちが処理が早いとか、まあ、こっちの方が、まあ、多分厳密に言うと早いんじゃないかと思うんですけど、ただまあそんなところで差が出るような話は全く見なかったので、1個しかコンポーネントがない時は好きな方を選ぶっていう感じですね。で、初心者に説明するような場合は、まあ、多分こっちで説明するよりなんかこっちの方が怖くないこうピンがいっぱいあるものよりなんか怖くないような気がするので、まあ、こっちで説明した方がいいかもなと思ったりしますけど、結論としてはどっちでもいいっていう感じですね。で、オーバーラップの説明をするときに、このキャストとかそういう話をする前に、まずこのオーバーラップ と一緒に確認しておくべきこととして、このオンコンポーネントヒットっていう、オーバーラップはコンポーネントを何かが通過したときに、あ、なんか通過したっていうのを、まあ、この辺のピンから何が追加したか、通過したかっていうのを実行ピンと一緒に送るっていう感じなんですけど、コンポーネントヒットに関しては、これ、現状このコリジョンの設定が基本的にはオーバーラップっていう形になってるので、ヒットというかブロックしないというか、現状だとヒットコンポーネントでは何も反応しないんですけど、まあ、これを、なんていうんですか、このカプセルの設定を、まあ、例えばブロックとかにすることによって、何かが当たってブロックしたら、イベントを発生させるっていう方法もあって、どっちがいいかっていうか、まあ、基本的にはどっちを使ってもいいんですけど、これからちょっとその、ヒットイベントを使った方がいい場合と、オーバーラップを使った方が良さそうな場面っていうのを説明してみたいなと思います。昔作ったやつで、左右移動をオーバーラップで反転するオブジェクトがあって、それが狭い隙間を落下する際に頻繁にエラーが出て、左右の反転もかからなくなったりすることが多くありました。エラーが出ないように反転する間隔を空けてみたり、オーバーラップ用のオブジェクトの位置を調整してみたりしたものの、エラーが全く出ないという状態にはなりませんでした。オーバーラップで反転させるとエラーだらけだったものが、ヒットイベントで組んでみたらエラーを吐かなくなっただけでなく、大量に発生させても問題が起こらなくなりました。まあ、その辺の経験からいくと、ヒットイベントで組めるものはヒットイベントで組んだ方がエラーが出にくいというのが個人的な感覚です。まあ、じゃあ全部ヒットイベントで組めばいいかというと、そうでもない要素としては、アイテムのピックアップなどの際にヒットイベントで組もうとすると、一瞬ですがプレイヤーがブロックされて引っかかる感じになります。敵との接触の際も意図しない引っかかり感が出ることがあります。この辺ゲームの内容によりますが、ヒットイベントで組むかオーバーラップイベントで組むかはゲーム性の根幹に関わってくるので、自分で挙動を確認してどちらで組むべきかは慣れてくるまではよく考えた方がいい部分になります。
ここからまずオーバーラップで組んでみて、フライフォーミングの方の敵はヒットイベントで組んでみようかと思いますが、とりあえず今日はここまでで、短めに切った方が内容が頭に入る気がするので、動画は短めで切ってみようかなと思います。長い動画の方がいいという方がいたらコメントください。次回はようやくキャストがどうだこうだという感じの話になると思います。って感じで次回もよろしくお願いします。